どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、神秘の次元、多次元の絵帳にですね、こちらスズラン使って挑戦していこうと思います。はい、まあスズランですね、武器が本体だなんて言われるぐらいですね、まあ武器が優秀なキャラではあるんですが、まあ今日はですね、ちょっと頑張ってリーダーとして使って多次元攻略できればなと思っております。はい、でですね、スズラン、まず12ターンで、変身できるキャラとなっていて、12ターンで5ターン軽減してから変身。その後10ターンで2ターン遅延をしてから変身です。最終形態が指2つ、10強2つ、無股間2ウェイ2つ、既コンボ強化2つと、かなり軽く出せるキャラになっております。はい。で、ちょっと正直弱いのが圧倒的にスキルで、これ。1ターンチーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、光を木に変化のみなんですね。例えば回復も作ってくれるとか、ロック解除があるとか、回帰力エンハンスがあるとかだったらいいんですけど、こいつ2段階変身で22ターンかかるくせに、なぜか光を木に変える以外ないんですね。まあその対象としてダリアとかさ、そういう系ってね、必ず回復生成がついてると思うんですけど、もしくは2色変換だったりするんですけど、まあそれができないということで、まあなんか露骨にね、差別された残念な新キャラって感じになってるんですよ、このスキルだけが。なので、まあ正直そこがめちゃめちゃ弱いポイントで、このキャラが使われない理由でもあるのかなとは思います。はい、まあ今日はそんなね、メディア、リーダースキル使っていきます。木の HP が 1.8 倍、9コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が18倍、木の4攻撃1個につき1コンボ加算、固定100万ダメージです。はい、まあリーダースキル自体は悪くはないかな。HP 1.8 倍半減なんで最低限あるかなって感じ。まあ正直、もうスキルは序盤ネタバレしておくと、2段階変身の割にはめっちゃ弱いです。まずはスズランです。お邪魔目覚め耐性に、こちら、バルボアの武器継承です。そして、ダグザです。2ウェイに上限解放、HP 強化プラスプラス、そして10連ガチャダラ継承です。で、イナですね。スキルブーストプラス、上限解放悪魔キラー。で、こちら、ウルトラアイ継承ですね。あれです。ウルトラマンの武器って名前めちゃめちゃ覚えづらいと思うんですけど、はい。ウルトラマンのね、こいつ、こっち。ウルトラマン7の武器ですね。継承してあげてます。はい。そして、こちら、コマさんです。7強に攻撃キラーに上限解放。そして、オロチ装備継承です。そして、ユリシャです。10強に上限解放に、こちら、オーディン武器継承です。最後、フレンドです。あ、フレンドこっちです。はい。決断ドロップ回復に、ダレア武器継承って感じになっております。では、こちらの編成を使って、多次元で遊んでいこうと思います。はい。ほんと、スズランね、ちょっとスキルだけはちょっと弱いんですけど、それ以外は強いと思うんで、まあ、実際に遊んでいきましょう。さあ、ということで、1階層からやっていきましょう。まずは、1階層です。はい。とりあえずですね、イナ継承の7武器で遅延入れてあげて、殴っていきます。はい。とりあえず7武器打ってあげて、ミリア変身していきましょう。7武器初手打ち必ずしてあげて、ミラーの軽減を優先して残します。はい、でからの右足タゲで全力コンボで殴っていきます。はい、イナも溜まり次第打ってあげて OK です。で、スキルダメするだけじゃなくて、ちゃんと削りながら殴っていきたいので、無効貫通とか2ウェイとか含みながら殴っていきましょう。あ、無効貫かな、このタイミングなら軽く一番出るのは。なので、まあ木ドロップ温存しつつ無効貫組むのがいいかなと思います。はい、こんな軽く出るわけでもないんで、地道にひたすら殴り合い必要になります。まあ、稲溜まったターンは特にですね、軽く出していきたいかなって感じです。じゃあ一旦ここは耐久していくんでカットします。カット。さあ、ということで倒していきましょう。10連ガチャダラ打ってあげて、ヘイスト、そしてイナとオーディン武器打ちます。はい、でこのまま突破していきます。いきましょう。こんな感じですかね。イナ全力コンボ含んで殴っていきます。まあ、イナが10強10強持ってくれてるんで、さすがにイナの火力あれば突破できるでしょうということで、このまま42億出てますね。はい、これで倒していきます。で、続きまして2階層です。ここはミリア変身していきます。リーダーフレームダブルで変身してあげて、殴っていきましょう。あ、違うじゃん。2ターンチェーンめっちゃ便利じゃん。まあ、ただもうこれ、リーダーフレ変身しちゃいます。はい。めんどくさいんで。で、このまま殴っていきましょう。
木の 2way がメイン火力になるはずなんで、まあ、こんな感じで意識して 2way 組んでいきます。まあこれで、まあ、1way ですね。 1way だとそんな火力は出ないと思いつつ高いですね。火力いいですね。ここも真ん中竹で殴っていきましょう。次確実に両端落とせるんで、万が一1体残っても大丈夫なように必ず真ん中を超根性まで削っておきます。はい、14コンボで、おい削れへんのかい。まあ、ミリア打ちましょう。そうだな、まずは一旦1体倒したいんで1体倒しに行きます。あんなのも別に全部倒しちゃってもいいけどね。はい、これで15コンボ、このまままずは半分まで、で、あとは次元の解放した真ん中倒していきましょう。あ、そりゃ軽く見てなかったの、軽くちゃんと見るか。いきます一回。じゃあちょっと一回3ウェイ組んでみて、この編成のパーティーの火力を見たいね。あと副属性の火力も見たいんで、ちょっと闇も組みながら、こんな感じですかね。一旦ちょっと闇の副属性の分まで入れながら木の全力ウェイ組んでいきます。さあ火力は、はい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 、ダグザとかイナの副属性は5億10億出てるんで、なんなら火力高いですね。でミディアに関してはぼちぼちだな正直。さあ倒していきましょう。ミディア打ちます。突破していきます。回復4含みながら、木の4含みながら、これで殴っていきましょう。13、14、15です。はい、15コンボ組んでこのまま突破していきます。で続きまして4階層ですね。4階層はイナのアシストの7武器貯めていきます。はい、ダメージ吸収プラス遅延用でスキル試していきましょう。でここもミリア打って殴っていきます。あ、ごめん間違えた。ミリア打たずに必ず3体残してる状態でスキルダメをしていきます。特にこのサキバスだけは絶対に倒さないように、ね、真ん中とか殴っといて耐久していきます。さあ耐久終わったんで、ここはイナ継承の7武器打ちます。はい、でこれであとはまず無効感組んであげて真ん中倒してからそのまま突破する感じでいきましょう。これで無効貫通含む10コンボです。で右側真ん中は別に削っちゃっていいので、これで殴っていきます。はい、木の 2way 入れて真ん中ちょっと削っておきましょう。んでどうしようかな、確か怒るよねこいつ。左側のやつは怒るけど真ん中は攻撃してきたはずなんで、まあ、一旦無互換で削ります。はい、まあこんな感じで互換を含みながらの適当10コンボでこれで真ん中突破できると思う多分。 OK で、あとは左側倒していきましょう。ミリア打ってあげて2ウェイ組んで突破していきます。さあこれで2ウェイ3セット含みながらの13、14、15、16、17、18、19、さあもうこれで倒していきましょう。雑に全力火力で倒していきます。で続きまして5階層ですね。5階層はルミエルは外れ、アリエルは光目覚めだから当たりかなって感じです。ただまあ無効感全力で殴っていきましょう。まあどっちみち落ち込んでくれれば何でもいいんで。あ、これでいっか。回復1セットだけど木の 2A 含んでるし10コンボ入るんで、でこれで11の12、13、14
ました。このまま無股間で殴っていきます。オッケー、いい火力。なんならこれ2パンできるんじゃないですかね。2ウェイ組んであげると。2パンできそうだけど。どうしようか。メディア打ってあげて。紙の2ウェイ組みながら、木の2ウェイも組んでいきましょう。こんな感じで木の2ウェイと闇の2ウェイ含みながらの全力コンボ組んで倒していきます。これは倒しきれるでしょう。さすがにだな。18だ。これで副属性の火力とかも含みながら倒していきます。で続きまして6階層です。パルスはユリシャ打ってあげて、そして全力コンボで殴っていきます。ユリシャ打って、メディア打って、木の2ウェイ全力で殴ります。どうしようかな。これでいっか。木の3ウェイ含みながらの闇のコンボもちょっと含みつつの、ちゃんと全力回復で必ず半分以下まで持っていきます。19コンボ、20コンボ、21コンボ。さあこれで半分以下まで持っていってあげて、あとは残り倒していきましょう。でこいつ半分まで削ってあげれば発狂しないんで、このまま突破可能です。まあ多分これ無股間の方が抜きやすいんで、ミディア打ってあげて無股間組んでいきましょう。いきます。 2way だとやっぱダメージ無効入っちゃいますからね。ただ無股間ってなると今度は逆にコンボ数がめっちゃ不安なんで、全力で組み切っていきましょう。はい、これで10コンボですかね。はい、ダメージ無効オンリーの場合、 2way 入れない場合ってだいぶコンボ数ギリギリになっちゃうんで、毎ターン全力コンボが必要になります。はい、で7階層です。レールに関してはメディア打ってあげて、まあ無股間で削ってもいいんだけど、初手はねあんまり削らない方がいいです。とりあえずメディア打って盤面でいきましょう。これなんで初手殴らない方がいいかっていうと、一旦 HP 少し削ってあげてから突破する方がお得なんですよね。半分で二色陣組んできて、あの一気の二色陣が飛んでくるんで、回復生成とかもできなくなっちゃうんで、レールは。なので一旦ちょっと 2way で削っちゃいますって思ったけど、強すぎた。お、寄生生ですか。じゃあちょっとこれ倒したいですね。倒しに行きましょう。やっす。微妙だな、これかな。ちょっとあんまいいパズルじゃないし、回復力もギリギリだけど、まあ、一応回復2セット入れてるんで追いつくのは追いつくでしょう。どうだ。あ、まあまあいい削りはいい削りで、超暗闇か。ちょっとここで超暗闇だけ必ず解除して倒していきましょう。まあ十字組んであげて、ルベイ組んであげて、こんな感じじゃないですか。これでまあ10コンボなんで、12コンボ組んであげて、13コンボ、14コンボ、15、16、17。さあ、このまま、無股間で倒していきましょう。あ、あ、ちょ、あ、あ、ちょ、危な危なはい、8階層です。ミカエルですね。ここはミリア打って、全力で殴っていきます。ちょっと無股間はまずいか？まずそう。一旦、火のワンウェイ伸びていきます。危な。指思ったより短かった。おい。おい。ふざけんな。マジでふざけんな。エリシャはまだ打ちたくないけど、まあ、いや、ここは打たなくていいや。ここは一旦全力回復で。相手が全力回復しちゃうんで、はい、これで17コンボ。とかこいつ気吸収してくんのか、めんどくせえ。お前また気吸収やん、それ。こいつめんどくさいな。でもこんな感じで回復欠損するとユリシャ打つしかないんすよ。だから本当にミリアのスキルは弱い。心の底から弱いです、マジで。
ユリアを、ま、間違えた。ミリアは 2way でエンハンス火力が上がるんで、比較的火力が出しやすいから、回復生成とか余計なものはつけないでおきましょうって考案したやつが確実にいるんですけど、運営の中に。もしそうだとしたらもう許せない。まあ、これを補えるぐらいのぶっ壊れの相方を出してね、それで需要を上げて金儲けしてやろうって魂胆ならいいんですよ。なんでかっていうと、星を紡ぐ精霊20日あるからね、期間が。それだったらいいんですよ、まだ。もうこれでミリアが救われなかったら、もう俺はマジで運営さんは本当に調整が下手なんだなって思っちゃうから、もうこれで、あ、だからこのキャラはこんな性能だったんだねって思わせてくれるようなキャラが出るといいですね。はい。もうトウカみたいなことになったら、結構もうイベント系のガチャは引きたくねえなって感じは僕の中でも出ちゃうんで。イベント系はやっぱりお金かかるんだよね、めちゃくちゃ。めちゃめちゃ高いんで、キャラ一体一体が。それなりの性能が欲しいよねって気持ちは俺も正直ありますね。正直なところね。はい。で、ここはミリア打って無効管で殴っていきます。え？何それ？遅延とかあるの？知らんかった。よ。これで無効管含む10コンボで、あとは木の目覚めに託す全てを。いや、落ち込む悪くないですね。さあ、何が何でも倒さないとまずいです。次発狂っす。ガチまずい。ちゃんと HP も回復しながら倒さなきゃダメなんで、いきます。これで無効貫通と木の 2way 全力含む13です。さあ、これは倒せるでしょう。無効貫火力で突破していきます。 OK、 危ない。さあ、続きまして9階層。うっ、痛い。で、ルシファーに関してはダグザ打って半分削らないよ。あれ、まずい。まあ、この場合なんですけど、別に焦る必要はなくて、11階層でオロチ武器の代わりにこっちセブン武器を打ちます。まあ、ちょっとこれ2ターンチェーンなんで少しめんどくさいんですけど、まあまあいいです。なので、ここはオロチ使っちゃいます。はい。で、その代わり、10階層ですね、次の階層だけイナ打てなくなっちゃうんで、まあ、11階層はどっちみちね、オロチ武器、あ、間違えた、セブン武器打つんで関係ないんで、次の階層はイナ打てないよぐらいのイメージです。なのでイナを温存しておくとこういうメリットがありますね。地味にここでオロチを打てるっていう。逆にここでなんだ、セブン武器が溜まってる場合はもう一択でセブン武器を打ってください。ちょっと今回残りターン数的に打てなかったんで、シャーなしオロチ武器を打ってます。やっぱり11階層で使って便利なのはオロチ武器ですね。ダメージ吸収無効が切れるまで耐久必須になっちゃうんで、やっぱ圧倒的にオロチの方が楽に耐久はできます。はい。で、ルシュは別に遅延こんないらないんでね。まあ、ちょっとスキルダメしながら倒していきましょう。ここはこんな感じでいいか。はい、ミリア打ちます。で、木の 2way 含みながら、闇の 2way も含みながら、全力火力で突破していきましょう。いきます。さあ、これで木の 2way 3セット、闇の 2way 含む12コンボ、13、14、15、16。さあ、これでレシファー突破していきます。OK。で、続きまして、10階層。はい、ここはダグザ打ちましょう。半分以下にしてイナ打つのもありなんですけど、まあ、今回はダグザ打てなかったんで、どうしようかな。まあ普通に10連打ちましょうか。で、からのミリア打ってあげて、2ウェイプラス L 字で殴っていきます。まずはさすがにね、この無条件に L 字振らされるのは解除しておかないとめんどくさいんで。はい、2way L 字で殴ります。まあでも L 字イナだから別に闇でもよかったな、ロック解除。あ。
倒しきれるか、わかんない、わかんない、正直倒せるかどうか。どうなんだろう、いけるんかな、まあ、全力でいきましょう。倒しきれるんかな。次の階層自体先生はないんで、あれなんですけど、一旦回復4の11コンボで、さあどうだ、お願いします。無効感最強、無効感最強、無効感最強、ナイス、これで突破していきます。で11回層です。クリシナは、セブン武器まだ打たずに耐久って感じですね。ユリシャ打ってあげて大丈夫なんで、ユリシャ利用しながら耐久していきましょう。で、なんだ、もう一体の方に関しては絶対に初手セブン武器打ってあげて耐久してください。で、ここはもうちょっと回復と木を温存したいですね。あ、まあ木は温存しなくていいか別に。そう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 、そうだ、回復温存ですね。まあ、とりあえずここは耐久していきます。カット。さあということで耐久終わりです。ここはセブン武器打ってあげて、これでチン入れます。でミリア打って殴っていきましょう。まあこんな感じで杖含みながら殴っていこうと思います。はい、これで13コンボですね。あー、ちょっと落ち込み入っちゃうと40、あーあーあああああ、これ削れません、これ削れません。ワンウェイだけでちょっと削りたいんですけど、思ったよりなんかあれですね。次これ闇まで削れたら倒しきれるんですけど、ちょっとこのこれだとまずいかなって感じですね。13コンボで14コンボ15。ああ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 あ、 OK ナイス。さあこれで半分なんで、あとはミリア打ちます。でこのまま倒していきましょう。さあこれで木の 2way 2セット含みながらの木の3含みながらの全力コンボで突破していきます。これは絶対倒せると思います。吸収無効もないので、さあ21コンボ22コンボ23コンボこのまま突破していきます。 OK。 で続きまして12階層です。アモンに関しては初ターンバルバー武器打ってあげて2パンしてください。とりあえずバルバー武器打ちます。はい、ダリアは別に使う必要ないんでダリア温存しましょう。で一旦ちょっとキドロップ温存しときたいなみたいな感じでキドロップ温存します。はい、一旦ちょっとキドロップ温存ですね。ここはで次ツーパン狙うんで必ずキドロップ温存してる状態で殴っていきます。で攻撃力 1.5 倍ですね。ミリア打ってあげて2ウェイで殴っていきましょう。さあこれで木の2ウェイ3セット含みつつ木の3コンボ入れつつ合計木の 6C ですね、19、木の 7C ですね。これ落ちコンまで入れてさすがの火力だと思います。おお、すごい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 です、すごいです。これはあとは2ウェイで倒していきましょう。毒も消してあげて、うん、もうこれでいいでしょう。思いっきり殴るんですけど毒も消しちゃいますこのターンで。でその分全力回復入れてここで耐久していく感じでいきましょう。19コンボ20コンボ21コンボ素晴らしい火力。さあこれで突破していきます。2パンです。さあ13階層です。竜明ですね、駒さん打ってから L 字組んでいってあげてください。はい、で駒さん打ちます。でからのメディア打って殴っていきましょう。とりあえず L 字だけちゃんと組みたいですね。でもコンボ吸収はかかりたくないんですよ正直。なので、まあ、強欲にいきましょう。これで
木の2ベイ2セットで4コンボ加算入れつつ、かつ6解除は入れてあげて、しっかりと解除していきます。いやー、素晴らしい火力だけど、ちょっとこれはこれで怖いですね。今木の1ベイだったんで、全力コンボなら突破できそうな気もするんですけど、怖いですね。で、ロック食らっちゃったやん。ロック食らっちゃったよー。これ一旦ちょっとメディア打って、スタン盤面整理します。光絶対全消しするマンになりたい、これ。で、うわ、あの水持ってきて。これ10Cでしょ。あ、1C だな。1。おい、ふざけんな、ガチで。で、たかが 1C が降ってこねえんだよ。これはちょっと、これはちょっとね。いや、これ全力で行くとまずいか。え、いいだろ、全然。いける。全然いけると思う。こいつムカつくから殴るわ、普通に。これで、今回は 10C 組めてる、ちゃんと。いや、ここに火ね。どうしないと落ちないから。はい、でこれで木の4セット含む 2A 含む13、全然多分削れないと思うんで、え、削れなさすぎじゃない、それは。それはまずいかも。そっか、さっきだってエグいコンボ数だったもんな。こっちか、そんな削れないのか。じゃあちょっともう一回 2way で。これでギリギリまで調整します。11、はいはい、素晴らしい。いや、もう絶対ここ。いや、もうロックとか関係ないよ。もうここ突破がありえない。もう何が何でもここでしか倒さん。いきます。ここしかない。もうここ逃したらもうない。敵のスキルの噛み合いとかも一応あるんで、はい、もうこれで木の3セット含んで何が何でも突破するという強い意志で16コンボです。さあ、これで18、19、20コンボ。悩みの杖も入れてるんで、これは突破圏内でしょう。はい、倒していきます。で、14階層です。あ、負けました。今日の動画はここで終わりです。はい、まあ、ということで一応最後いきましょう。この編成は火の駅ドナは罪なんですけど、まあ、実はこいつね、どうしようもできないんですよ。なんでかっていうと、遅延食らいまくるんで、で、遅延食らいまくる上に400万 HP あるんですね。ってことは、遅延を食らい続ける中で、800万 HP を削り切る必要があって、で、その上で遅延を食らいまくることによって、次の階層とかで打てるスキルっていうのもほとんどなくなっちゃうわけですよ。と、まあ、つまり勝てないと。いう、めちゃめちゃシンプルな話です。なので、こいつが来るともうどうしようもできないって感じ。どうしようかな。エリシャ打って、で、まあ、一旦全力コンボしてみますか。まあ、ほぼ負けってだけなんで、奇跡はあるかもしれないんで。別に、罪ってわけじゃないんですよ。99% 負けるよねってだけなんですよ、俺は、あくまで。だから、まだワンチャンスはあるかもしれん。いや、間に合わんな、これ。これでいいや。とりあえず木の 2way 3セット含む無効貫通含む15コンボです。さあ、これで16、17、18。お、意外といくじゃん。あー、遅延がやばい。ほら、だってこれでスキル打てなくなっちゃうんだもん。ダメだよこんな。おまさん打っちゃいますか。もう本当は次だけど、どうせ遅延からって打てなくなっちゃうんだもん。だって稲だけ温存しとくわ、一応な。いや、でも俺もクソみたいなパズルしてんな、俺。これで木の 2way 2セット含む13の14、15、16、17、18、19、20。さあ、ここで回復音も欠損していく。イナは残りますよ。イナは溜めてますからね、いっぱいいっぱい。目いっぱい。お？なんかここ来たよ。倒せそうじゃね？おい、次だろ、問題は。
なんかワンチャンスありそう。いや、コマさん打ってなかったらあれなんだけどな。でもコマさん打たないってどうせ遅延食らっちゃって意味ないしな。いや、意外と盤面いいぞ。いや、でもここに来て木がこれだけしかないのはまずいです。まずい、まずすぎる。どうするよこれ。ここで突破を狙うのは無理がある。1ターン耐久やな。ここで耐久の判断です。これはサブのスキルがほとんど壊滅してしまう。お前はこれなら発狂に入らないだろうっていう読みでいきます。結局敵との信頼関係なんで、パズドラって。よし。おい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 、君おい、てかなんでキー、これなんで杖にセットないねん。これどうする、いけるわけがないけど。落ち込んで木の杖呼ぶか。いきます。どうせ次6ターン目なんで。これでいきましょう。とりあえずもう全力コンボ組むしかないんで。落ち込ん15来い、17、ジャッジキア降ってこい。キア降ってこないけど、どうだ倒しちゃったみんな。コマさんがないよん。おい、4ターン以内の突破は無理やって。コマさんなしで、いやコマさんの何ターン、5ターン、ま無理だろ。おい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 、5ターン、5ターンだと、5ターンでどうやって倒せと。まあでももうね、どうしようもできんもんね。とりあえず木の全力ツーウェイと十字含んで殴ります。一旦行きましょう。まあ、ちょっと本当は回復を残したかったんですけど、もうちょっとどうしようもできなかったんで、回復を消しながら殴っていきます。耐えてくれ。86万3000。いや、ギリギリ。うわー、回復がない。あまりにもきついということで、今回はですね、スズランを使って、多次元に挑戦する動画でした。まあ、結論から言いますと、スズランは弱い。それ以上何もありません。このキャラ引けた人は武器にしてあげて、武器で使ってあげて OK です。まあ一応ね、運営がもしかしたらあまりにも弱いからっつってね、何かしら相方を出す可能性もあります。まあいい例がノーチラスメノアですね。メノアが出てノーチラスやっぱ強くなったっていうのはあったので、まあそういう感じで何かしら新しいキャラが出てもしかしたら使えるようになるかもしれませんね。ということで、今回は、使ってみる動画でした。もうスズランは僕はちょっと動画では使いたくないかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。